はいどうも、ロロミアです。今回はですね、初心者向けモイラ講座をやっていきたいと思います。まずモイラというヒーローはどんなヒーローなのか簡単に説明しますと、ぴったりエイムが合ってなくても回復やダメージをね、簡単に与えることができる初心者に優しいヒーロー、そして機動力、回復力、ダメージ力を全て兼ね備えた万能ヒーローと言えます。今回はそんなモイラを回復量、ダメージ量の基礎情報からテクニック紹介、そして相性の良い構成などを紹介していきたいと思います。よければ最後までご視聴お願いいたします。では行こう。さあ行くぞ。まずはモイラのメイン武器、バイオティックグラスプの説明です。こちら回復ビームとダメージビームの2種類存在するので、まずは回復ビームから説明していきます。回復ビームは範囲 15m、 そして1秒あたり70回復、その後2秒間かけて35回復していきます。モイラを使ってると最大射程こんくらいかなって勘違いしがちなんですけど、意外と思ったより射程長くてこのくらいからでも全然回復できます。そしてモイラは回復するときにエネルギーというものを消費します。このレティクルの右に出てるゲージですね、これがなくなってしまうと回復することができなくなってしまうので、まあ、戦闘中はね、これをなくさないように気をつけてやってください。ちなみにこのゲージをフルで使った時に回復する回復量は581です。まあ、これはね、一応ね、使えるかわかんないんですけど、覚えておいて損はないと思います。そしてモイラは少しでも味方を回復してあげれば、回復後にその味方は2秒間で 35HP 回復します。まあ、この効果をしっかり理解していると回復に必要なエナジーをうまく節約することができるので、まあ、ぜひ皆さん覚えておいてください。まあ、具体的にはビームを出しっぱにするんではなく1回1回しまってあげて、まあ、その合間合間にしっかり自動回復を挟んであげることで結構エナジーの節約につながります。まあ、瞬間回復量落ちてしまうので急ぎで回復したい場合はやめた方がいいんですけども、まあ、結構余裕があるシーンでは結構こんな感じで節約した方がいいかなと思います。そしてこのモイラの回復ビームは固まっている味方をいっぺんに回復することができます。消費するエナジー量は一緒なので、まあ、単体の味方を回復するよりもこういう風に固まっている味方を一度で回復する方が効率はかなりいいです。続いてはモイラのダメージビームを解説していきます。ダメージは1秒あたり50、そしてダメージを与えるときに1秒あたり24自分が回復します。そして最大範囲は 20m です。一応攻撃がビーム扱いなので、まあ、ゲンジの粉返しとかディーバのディフェンスマトリックスを貫通してダメージを与えることができます。まあ、射程が 20m なので、まあ、めちゃめちゃ長いですね。まあ、こんくらいの距離の敵でも全然殴れるので、まあ、基本的には中距離を維持しながらダメージを与えていきましょう。そしてこのモイラっていうヒーローは、まあ、FPS が苦手な人にも結構おすすめできるヒーローで、まあ、なんでかと言ったら、まあ、画面見てもらったら分かると思うんですけども、まあ、エイムが合ってなくてもね、しっかりダメージを与えることができます。まあ、敵から少しエイムがずれてるぐらいだったら全然当たるので、まあ、丁寧に狙うというよりかは、まあ、結構ね、雑に狙っちゃっても問題ないかなと思います。ちなみに回復ビームの方もエイムが少しずれてるぐらいだったら全然問題なく回復できます。そしてモイラが回復するのに必要なこのエネルギーなんですけど、まあ、時間経過ともに徐々に回復していくんですが、攻撃をすることによって一瞬で貯めることができます。まあ、具体的に言うと 5,6 倍の速度で貯めることができます。まあ、モイラは普通にやってると回復エネルギーが尽きてしまって回復できないという状況に陥ってしまうので、まあ、いかにしてね、この攻撃をして回復エネルギーを回復するかがすごく大事です。続いてはモイラのスキル、バイオティックオーバーの説明です。スキルボタンを押すと画面にこんな感じで回復ダメージどっち選びますかって出てきて、どちらかのオーブを飛ばすことができます。回復オーブの場合、毎秒65、最大で300回復できるオーブを投げます。範囲は 5m で効果時間は7秒です。そして壁に当たると跳ね返る効果を持っています。オーブは効果時間が切れるか最大回復量に到達しない限り消えることはないので安心してください。そしてダメージオーブの場合は毎秒50、最大で200ダメージ、効果範囲は 4m で効果時間は同じく7秒です。そしてね、クールタイムも同じくどちらもね8秒です。そしてお気づきの方いるかと思いますが、意外とね、効果範囲がダメージオーブと回復オーブで違ってきます。回復の方が気持ち範囲が広いです。まあ、ですが逆に言ったら、じゃあダメージオーブ当てづらいかって言ったらそうではないので、まあ、そんなにね、気にしなくてもいいかなと思います。ちなみに豆知識ですが、200ダメージを全部当てるのと300回復を全部当てるのでは、300回復の方がアルティメットはチャージされます。アルティメットを貯めやすくなる、そして回復エネルギーを節約できることから、基本的にモイラは回復オーブをメインで使います。そしてオーバー敵の盾に跳ね返されず貫通する性能を持っています。なので相手が盾を構えていてもどんどん投げてしまって問題ないです。そしてオーブは跳ね返るので上下に角度をつけてしまうとこんな感じでね、すぐ場外に飛んでいってしまいます。まあ、なので使う際はできるだけ地面と水平にして、まあ、オーブを投げるようにしましょう。まあ、そうすることで基本的に効果時間が切れるまで、もしくはね、全部使い切るまでちゃんと戦場に残ってくれるかなと思います。まあ、あとは地面と水平に投げてもこういう丸まっている障害物にぶつけてしまうと普通に上方向に飛んでいったりすることがよくあるので、まあ、基本的には角度とかがついてないしっかりした壁とかを狙って投げましょう。そしてオーブは毎秒 20m の速度で飛んでいくんですけども、敵に当たってる際は毎秒 5.5m に減速されます。まあ、なので跳ね返りを考えなくてもある程度の回復とある程度のダメージを出すことができます。続いてはスキルフェードの説明です。使用するとモイラは 0.8 秒間無敵状態となり、移動速度がプラス 250%、 そしてジャンプ力が大幅に上昇します。クールタイムは6秒です。そして無敵中は透明になり相手の画面から完全に姿を消します。まあ、このスキルを使うことで普段モイラは
イラが行きづらい場所も一瞬で飛び乗ったりすることができます。なのでポジショニングをミスったとしても、このスキルさえ持っていれば、まあ基本的にね、安全に味方の元に戻ることができます。まあ相手から逃げるのももちろんなんですけど、逆にね、追うこともできるので、まあこのスキルを使ってね、瀕死の敵を追いかけるのもいいと思います。まあ本当にこのスキルめちゃめちゃ便利なスキルでして、まあこういうね、目の前の高台とかも、まあ一瞬でね、スキルを使えば登ることができます。特に簡単に上とかに登ってこれないリーパーとかトレーサーに襲われた時に、これをね、使ってね、上に逃げることで、まあ結構ね、生存力高めることができるかなと思います。そしてフェードを使うことにより、ザリアのグラビトンサージや、シグマのグラビティフラックスから逃れることができます。続いてはアルティメットスキル、コアレッセンスの説明です。味方と敵の両方に当てることができるスキルで、味方に当てた場合は毎秒140回復、相手に当てた場合は毎秒70ダメージ、そして発動中は移動速度がプラス 50% され、毎秒50自分の HP が回復していきます。範囲は 30m で、効果時間は8秒です。注意点として、このアルティメットを使っている最中は他のスキルを一切使用することができません。そしてスタンなどをもらったら途中でアルティメットが終わってしまうので、まあ、スタンなどもらわないような立ち回りを心がけましょう。そしてこのアルティメットも結構当たり判定が優しくて、まあ、こんな感じでエイムが合ってなくても、まあ、エイムの周りにある円ですかね、まあ、この効果時間の残りを教えてくれる円が、まあ、相手に合ってれば基本的には当たると思います。まあ、なのでこの辺はね、エイムが苦手な人でも安心して使えるかなと思います。そしてこのアルティメットスキルも貫通性能を持っていて、まあ、こんな感じで試合中にロードホーク6人に襲われたとしても、まあ、アルティメットを使ってね、6人全員にダメージを与えることができます。これちゃんとね、味方も一直線に並んでいた場合は合計11人に一気にね、効果を与えるアルティメットスキルとなり、かなり強力になります。まあ、なのでこんな感じで敵と味方がいるとしたら、まあ、敵にね、こんな感じで単体で撃つんじゃなくて、複数の敵や複数の味方に一気に当たるような角度を見つけて、しっかりね、そこからダメージとか出していきましょう。そしてここでモイラのね、まあ、アルティメットを使ったテクニックを紹介したいと思います。まあ、どういうテクニックかっていうと、まあ、テクニックっていうほどではないんですけども、まあ、アルティメットを使う前にしっかりとね、スキルを使っておくというのがね、非常に大事です。まあ、なんでスキルを使っておくのが大事かというと、まあ、アルティメットの効果時間がそもそも8秒で、フェードと、まあ、モイラのオーブですね、の効果時間が6秒と8秒なんですよ。まあ、なので、アルティメットを使う前にしっかりね、スキルを使っておくことで、まあ、アルティメットが終わってる頃にはもう一度上がってると、かなりね、効率よくスキルを回すことができます。まあ、別にフェードは無理して使うものではないんですけども、オーブに関してはもうね、必要なくても使っといた方が絶対得なので、必ずね、使うように意識してみてください。まあ、そうすることで、瀕死の味方もなおさら助けやすくなりますし、まあ、逆に相手を倒しやすくもなります。そして、オーブと同じで、コアレッセンスも盾を貫通する効果を持っています。ということで、基礎講座はここまででおしまいです。ここからはね、相性編に進みたいと思います。よければ引き続きご視聴お願いいたします。さあ、行くぞ。はい、ではここからは相性のいい構成などを紹介していきたいと思います。そしてまあなんでね、いつもは相性のいいヒーローを紹介してるのに、今回はね、相性のいい構成を紹介しているかというと、モイラというヒーローは特別ね、相性のいいヒーローというのが存在しません。味方にこのヒーローいるからモイラ出そうっていうのもあんまりなくて、逆にね、相手にモイラいるからこのヒーロー出そうっていうのもね、あんまり存在しないです。どちらかというと、味方がこういう構成だからモイラ出そうかなとか、相手がこういう構成だからモイラ出そうかなっていう感じのヒーローです。まあ、なので今回は味方がこういう構成だったらモイラの相性はいいよとか、逆に相手がこういう構成だったらモイラの相性いいよっていうのをね、紹介していこうと思います。では早速紹介していきます。まずは味方の構成ですね。味方がこういう構成だったらモイラが相性いいよっていうのをね、紹介していきたいと思います。モイラの相性がいい構成として、1つ目がラッシュ構成、そして2つ目がフルダイブ構成となります。まずラッシュ構成の説明ですが、ラッシュ構成とはどんな構成なのか説明すると、こんな感じの構成です。これはあくまで一つの例なんですけども、分かりやすく言ったら、盾を構えながらどんどん詰めていくような構成をラッシュ構成と言います。なので別にこの6人じゃなくても、例えばリーパーの枠がシンメトラだったり、まあ、ディーバの枠がザリアでもラッシュ構成となります。ただ基本的にラインハルトとルシオの枠は固定です。やっぱり盾を張りながら前に出れるキャラが欲しいので、オリーサじゃ務まりませんし、まあ、スピードがないとね、そもそも詰めれないので、ルシオも必須です。まあ、それでなんでこの構成にね、モイラが相性がいいかと言いますと、そもそもモイラがね、先ほど紹介した通り、回復するのにエネルギーなどが必要となってきます。なので長期戦にあんまり向いてないヒーローとなっております。なのでラッシュ構成のような、一瞬で詰めて一瞬で蹴りをつけてしまおうという構成にモイラはとても相性がいいです。そしてアルティメットスキルと回復ビームがそもそもね、複数の味方にヒットする性質上、やっぱ固まる構成になればなるほどモイラがね、行きやすくなります。なのでまあラッシュ構成のような6人固まって一気に詰めようという構成はね、非常にね、モイラと相性がいいです。続いては相性のいい構成2つ目、フルダイブ構成です。まあ、どんな構成か一例を挙げるとしたら、こんな感じの構成です。まあ、この構成は名前の通り、みんなでダイブしてしまおうという構成です。まあ、この構成に対してモイラのどの辺が相性がいいかと言いますと、他のサポートヒーローを選んでしまうと、味方が飛んだ時に1人だけ取り残されてしまって狩られてしまうことが結構あります。まあ、ですがね、モイラをピックすることによって、その味方のダイブに一緒についていって、まあ6人で戦おうという感じの構成です。ただもちろんこちらの構成もね、あくまで一例なので、まあウィンストンがレッキングボールになったり、まあリーパーの枠がトレーサーになったりとか、そういう変化は全然あります。そして今は味方がこういう構成だったら相性いいよっていうのを紹介したんですけども、今の構成が相手の構成でも
もモイラは結構やりやすくて相性がいいです。まあ、回復だけじゃなくてアルティメットはねダメージの方でもやっぱね複数の敵に当てることができるので固まって突っ込んでくるようなラッシュ構成にはね非常に相性がいいと言えます。そしてダイブ構成と呼ばれる相手がねどんどん飛んでくる構成もモイラにはねフェードがあるので他のサポートよりもかなりね生存率が高く立ち回りやすいかなと思います。そして続いてはモイラの苦手な構成なんですけども正直言ってないです。今紹介したようにモイラというヒーローはラッシュ構成でもフルダイブ構成でも使うことができます。なのでラッシュ構成が苦手な構成に対してはフルダイブに切り替えてしまえばいいですしフルダイブが苦手な構成にはラッシュ構成に切り替えてしまえばいいので、まあ、基本的にモイラがね苦手という構成はあんまないかなと言えます。ただまあモイラという単体性能だけで見るとポーク構成はちょっと苦手かなと思います。ポーク構成はこんな感じの構成です。まあ、分かりやすく言ったら戦闘前に相手のことをね削り切ってしまおうみたいな構成です。まあ、シンプルにモイラの射程距離よりもかなりね遠くから攻撃してくるので、まあ、こういう構成にはチームでうまく連携取れないと難しいのでチームでの連携がうまく取れてないなと思ったらモイラを変えた方がいいかなと思います。はい、ということで今回のモイラ講座はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画良かったらねぜひチャンネル登録高評価そして SNS、Twitter などでシェアの方お願いいたします。今回のこの動画抜けてる情報などもねあるかもしれないのでお気づきの方はいましたらねよかったらコメント欄で補足していただけるととてもありがたいです。そして今回のこの動画の感想も良ければすごくねモチベーションにつながりますのでコメントしていただけるととてもありがたいです。ということで改めて最後までご視聴ありがとうございました。また皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。